ケリー・アンドリュー・ジョンソンは、アメリカ合衆国テキサス州オースティン出身の、元プロ野球選手、宇藤左ヒダリ2000年の MLB ドラフト一巡滅移保で、アトランタ・ブレーブスから指名され、プロ入り、2005年5月29日にメジャーデビュー、同年、打撃面では87試合の出場で、241.9本塁が、40打点、守備面では主に左翼を守り、無失策。 6カ補札を記録。2006年は右ひいの故障でトミー・ジョン手術を受けシーズンを全休した。2007年は前年オフに生え抜きのブレイブスの二類種マーカス・ジャイルズがサンディエゴ・パドレスに移籍したためジョンソンとマーティン・プラドが後釜の候補となったがジョンソンが1番、2類として開幕から出場。4月は打率。326、出塁率。 473を記録したが、それ以降の48試合は打率。250、出塁率。325と低迷し、6月下旬以降、ウィリー・ハリスが1番打者を務め、ジョンソンは7番打者などで出場。2008年は、自己最多の150試合に出場。出場試合数も含め、打数、安打、二塁打、打点、盗塁、打率、塁打数、ギダ、ギヒ。 ダブルプレーなど、数多くの部門で自身最高の数字を記録。9月1日から24日にかけて22試合連続安打を記録。リーグシーズン最長、球団史上6位体となった。2009年は、打率が2割前半で低迷し、7月からはプラドが生じる医師となり、ジョンソンは控えにいる医師へ降格。その直後の7月3日から、右手首の痛みにより故障者リスト入り、 故障から復帰後も控え二類種として出場。打率224.8本類が29打点と自己アーストの成績でシーズンを終えた。オフの12月12日に FA となった。2009年12月30日にアリゾナダイヤモンドバックスと235万ドルの1年契約を結んだ。2010年は4月に打率313.9本類が オプス1.154の成績を残し、月間 MVP を受賞。5月からは失速するも、9月5日のヒューストンアストロズ戦では、自身初となるシーズン20本塁打を記録。この月も打率、330.7本塁打、オプス971と好調で、シーズン通算で自己最多の26本塁打を放った。 2011年2月15日にダイヤモンドバックスと585万ドルの1年契約に合意。シーズンは再び低打率に苦しみ、114試合に出場し、打率209.18本塁が49打点13盗塁だった。2011年8月23日にアーロンヒル、ジョン・マクドナルドとのトレードでトロントブルージェイズに移籍。 パスポートを忘れて合流が遅れるアクシデントがあったが、移籍後は33試合に出場し、打率270.3本塁が9打点3盗塁だった。オフの10月30日に FA となった。2012年1月17日にブルージェイズと637万5 0ドルの1年契約で再契約した。開幕後は序盤こそ打撃好調だったが、次第に 三振の山を築くようになる。終盤は若手のアデーニエチェバリアに出場機会を譲ることも多くなった。10月29日に FA となった。レイズ時代2013年2月5日にタンパベイレイズと245万ドルの1年契約を結んだ。118試合に出場し、打率235.16本塁が52打点7盗塁だった。 10月31日に FA となった。2013年12月6日にニューヨークヤンキースと300万ドルの1年契約に合意した。2014年は開幕ロースター入りし、77試合に出場、打率、219.6本塁打、22打点に盗塁だった。7月23日に15日間の故障者リスト入りした。2014年7月31日に、 ダイヤモンドバックス時代に二遊間コンビを組んでいたスティーブン・ドリューとのトレードでボストン・レッドソックスへ移籍した8月7日に故障者リストから復帰した2014年8月30日にジェマイル・ウィークスイバン・デヘスース・ジュニアとのトレードでマイナーリーガーのマイケル・アルマンザーと共にボルチモア・オリオールズへ移籍9月2日のシンシナ・ティレッツ戦で移籍後初出場し 現行のアリーグ東地区の球団すべてに在籍及び公式戦に出場した史上初の選手となったオフに FA となった2015年1月21日マイナー契約でブレーブスに復帰した開幕はメジャーで迎えユーティリティプレイヤーとして出場している久々のブレーブスでは62試合に出場し打率275.9本塁打34打点 一盗塁というまずまずの成績を記録。守備では、左翼種の27試合が最多で、2失策を犯して、守備率。958ながら、DRS は0と平均的な守備を見せた。ついで20試合で1塁手を守り、ここでは3失策、守備率。977DRS2 と、いまいちだった。3塁手も11試合で守ったが、こちらも2失策、守備率。 867DRS2 という成績で、まずい守備だった。さらに右翼手を4試合、二塁手を1試合でも守った。2015年7月24日に、ジョン・アンとロブ・ウェイレンとのトレードで、フアン・ウリーバと共に、ニューヨーク・メッツに移籍した。メッツでは49試合に出場し、打率は、250ながら二塁打6本とホームラン5本を放ち、長打力を発揮した。 移籍後の守備は二塁の27試合が最多で、2失策、守備率、979DRS から1という成績を記録した。他に10試合以上守ったポジションはないが、保守と中堅守を除く内外野の各ポジションを守り分けた。なお、ブレーブスとの合算では111試合の出場で、打率、265.14本類が47打点。 二投類という成績であり、二シーズンぶりの二桁本塁打クリアとなった。オフの11月2日に FA となった。2016年1月8日、ブレーブスと1年200万ドルで契約を結んだ。2016年6月8日にアキール・モリスとのトレードでメッツへ移籍した。オフの11月3日に FA となった。マイナー時代は遊撃手であったが、メジャーには ラファエル・ファーカルがいたため、ガイアッシュにコンバートされた。しかし、その後、右肘の故障などの理由から、二塁へコンバートされた。選球眼が良く、四を良く選ぶため、出塁率が高いテーブルセッター役、二塁手としてはパワーがあり、2010年には26、本塁打をマークしている。一部の MLB 関係者からは、左打者版、ジェフ・ケントになる可能性を秘めると評されていた。 ありがとうございます。